はい、皆さんこんにちは。東京ベイギャングズ船長です。マジです。どうも。来ましたね。来ました。また今日はまた2人旅ということで、ここはどこでしょう。今日はですね、旧江戸川に来ております。イエーイ。来ました。旧江戸川、一番あの東京湾のあの河口ですね。ここね、もう海が見えますね。もう一番下の部分ですね。あと橋を渡ってすぐ向こうがもう夢の国という、そういうことですね。ロケーションになってます。ということで夢の国の近くでですね、今日は夢の魚を釣ろうと。はい、はい、この時期の旧江戸といえば、まあでっかいハゼがいるんですよ。それでですね、我々まあイサ釣りもやるんですが、まあ、実はルアーも実は得意だというところで、はい、今日はですねハゼをルアーで釣るといえばハゼクラということで、季節ですね。でハゼクラでね、今日はね大きいねハゼをねやっていきたいと思います。まあ、でもしかもいつものね時間の縛りありますよ。あうまくね、1時間勝負。そうですね、1時間2時間ぐらい2時間いけたらいいな、いけたらいいなね。でね、夕間積みの今日は揚げ潮なんで、コンディションもねいいと思うので、なんか何かが起きそうな予感はしますが、まだちょっと頑張るしかないので。そうですね、たくさん投げて、はい、から遊びましょう。はい、じゃあそんな感じで早速、直行に入っていきたいと思います。じゃあいきますよ、はい、せーの、東京ベイギャングズハゼクラで爆釣だぜ。イエーイ。はい、それではね、本日使うハゼクラを紹介していきたいと思います。はい、今回はですね、このいわゆるハゼクラピーという、まあ、有名ですよね。もう大定番ですよね。大定番ですよね。でそれをねちょっと使っていきたいと思います。で今回一応ハゼクラですね、2種類持ってきました。一番左、今回僕が使おうと思っているこれですね。これはいわゆるハゼクラというやつですが、リアの、フックにですね、こうさらにアシストフックをつけて杭を良くしているような状態にしています。これ結構大事ですよね。うん、これ結構みんな使ってるんで、一番最初にそのハゼと出会う確率が高い、フックになりますので、今回はギアに、アシストフックを つけております。追っかけてきたハゼを引っ掛けるようなイメージですね。そういうことですね。で高橋くんが使うやつは、こちらでマイクロクラピーという、ちょっと僕のよりちょっと小型なやつなんですが、比べるとこのぐらい、うん、まあ、結構違いますよね。ちょっと違うね。で最初からアシストフックのようなフックがリアについていると。もう最初からこれやるってことはやっぱこれなんですね。うん、だからそういうことなんです、ね、結局あのアシスト等で後ろの方に赤針を長く垂らした方がハゼクラはヒット率が上がるという、そうそうそう、ことになってますね。まあ、とにかく僕はこの最初赤いやつでやって、で高橋君はこちらの、うん、マイクロマイクロでやりたいと思います。これクランクっていうルアーなので、ほっといたらね浮くんですよ。こうやって浮いてるんですよ。浮いてますね。で動かすとこう先行していくと、体を振ってこう下に潜っていく、で離すと浮く。もう一回やりますね。で竿を引くと先行していって、力をかけないとこう浮いてくるわけですね。なるほど。うん、でハゼはあのすごい下にいるので、とにかくハゼクラを投げたら竿を下げてゆっくり巻くと、でこうやって先行してきますから。で旧江戸はね、すごくね障害物が多いんですよね。結構根がかりしますよね。そうそうそう。でもちろんね、牡蠣の貝とかね、あ牡蠣殻とかありますから。で牡蠣殻があって、例えばルアーがコツンってぶつかったら、もう絶対それ以上巻かないんです。でそれ以上巻かないで置いて、それ以上巻かないでほっとくとですね、こうやってルアーがこういう風に浮いてくるの でそれを待ちましょう。根がかり回避のためにそういうことです、ね、放置するって感じですね。そういうことです。それをね、無理にガンってやっちゃうともう絶対根がかっちゃうんで、でもハゼクラがねもういくらあっても足りないので意外といい値段してますからね。いや結構高いですねもう本当買うの大変なのでもう大事に使いたいと思います。
げて、で竿を下に向けてゆっくり巻く。でそうすると竿先がこうブル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 してるんで、これ泳いでる証拠なので、でこんな感じです。でこれでこう回収する。でこれをひたすらとにかく繰り返す。なんかブルッとしてない？ブルッとしてない？おー、来た！ちょっと幸先良くないですか？素晴らしい。まあ、アベレージですけど、まあ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 ですね。いや、いいんじゃないですか？今日は釣れるんじゃないですか？いけますよ、これは。やったね、幸先いいです。はい、じゃあ早速ちょっとイケスの方に。イエーイ。あ、よし、じゃあ記念すべき1匹目です。決めましたね。よいしょ。やったぜ。まあ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 ね。まあ秋のアベレージちょいちっちゃいかなぐらいの、うん、まあでも幸先いいでしょ。じゃあ投げていきたいと思います。あるあるですね。目がかりかけた。自分で気をつけろって言っときながら。気をつけよう。よし、もう一回だ。やっぱハゼクラは気をつけてやらないとダメですね。怖いよ。あ、でも攻めないといけないからね。そうですね。そこをカリカリやらないと。なんかもう跳ねてますよ。これはちょっと後ろに出てくる。おー、でかちょっとこんなことがあっていいんでしょうか。これウロハゼだよね。やば、やば、でかマジ。これ手のひら乗り切ってないじゃないですか、うん、すごい。シーバス持ちできちゃう。やりました。とりあえず1匹目ウロハゼ、イエーイ、ヒット。やったー。ファーストヒットはエグくないですか。おお、危ない危ない。イケスに行こう。イケスいやー、やばい。これしか切ってさっき外れたのかな。ここだけだった今。あぶね。よいしょ。来ました、ウロハゼ。ちょっとどうなってるんですかこれ。旧江戸って結構見えないところまで石が入ってるから、多分そこにいたんだと思う。石の隙間からドンと来たんですかね、うん、ドンと来たんだよね。すげえ。えぐい。これやばいでしょ。これ20センチくらいあるんじゃないですかね。あるよね。本当にハゼなのかこれ。やりました。素晴らしいです。イエーイ。一発目から結果が出てしまいました。イエーイ。やったぜ。ちなみにルアーはこちらです。ルアーは
セクラピーですね。赤いやつです。赤いやつやりました。いろいろと3倍です。めっちゃ嬉しいぜ。やっぱこのアシストフックについてましたね。いや、アシストフック大事でしょう。皆さんアシストフックですよ、これですよ。必ずつけてくださいね、アシストフック。これですよ、これですよ。いや、素晴らしい。はい、やりました。イエーイ、イエーイ。おっしゃ、来た。めちゃめちゃ引いてますけど。おお、でかい、でかっ、でかっ。これマハゼですよ、今度は。マジ何センチ？これも多分でかい。何今日、これも多分20センチ近いですよ。素晴らしいよ。いや、ちょっとキュエルはやばくね、ちょっと見てください。でかいよこれ、本当に超綺麗な魚ですよ。やりました。でかい、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 マジで。やっぱりあのリアフックみたいですね。おー、すげえ、やったね。やりました。めちゃめちゃ結果が出てます。今日もういいんじゃないかっていう感じ。イエーイ、素晴らしい。じゃあいけずに、はい、いけずに。だって今日すごいよこれ。このウロに、マハゼに、マハゼに3匹目にして、もうこれやばいね。大変なことになってますけどね。今日何かが起こりそうだね。やっぱりルアーの方が餌より型がいいのかな。いやー、10回の来るわこれ。おー、来た。おー、ガンときましたね。イエーイ。まあアベレージですね。まあまあでもいいじゃないですか。うん、天ぷらサイズ。素晴らしい。やりました。リアフックにがっちり来てますね。やっぱリアなんですね。やっぱ追っかけてきてるよこれ、完全に。はい、では早速いけそうなの。素晴らしい、はい。はい、いや、にぎやかになってきました。ちょっと今日すごいね、本当に。まあ現在開始、まあ、30分ぐらいですかね。そう、30、40分。なんか潮回りとかいいのかな、なかなかないっすよ。そうですよね、ハゼクラでこんな入れ食いってあんまり経験したことない。しかも、しかも肩がでかい。今日の高橋くんのセッティングはこんな感じ。マイクロクラピですね。マイクロクラピ、おすすめです。おすすめです。せーの、ドドン。釣れました。釣れました。ハゼクラですよ。今日何時間、1時間半ぐらい。そうですね、まあ、だいたい10分に1匹、まあ、10分から15分に1匹ずつぐらいの、まあ、ヒットがあって、コンスタントに釣り続けてたような感じですね。すごいよね。いや、キュウエドがやっぱり活性が高すぎちゃう。ちょっと私本当にびっくりしてます。あとサイズがいいですね。サイズマジです。ちょっと見てください。見てくださいよ、こちらも大目玉フィッシュ。やばいでしょこのブロハゼ。やりましたね、本当に。素晴らしいです。私初めて釣りました。ハゼもね、粉ですからね。でかっ、息が良い。すごいですよ、本当に。こんなの釣れちゃうんだね。やばいよこれ。これ来た方がいいっすね、本当に。今ちょうどシーズンになりますので。時期ですね。はい、秋のね、ハゼ爆鳥シーズンですからね。こちらは今すぐ来た方がいいです。いや本当です、今すぐ来た方がいいです。ということで、まあ、今日も結果が出たということで、はい、やりましたね。やりました。はい、じゃあそういうことで、本日も、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。
この動画を見てね気に入っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあそんな感じで本日も、お相手は東京ベイギャングズ船長と高橋でした。ありがとうございました。またねー。